トヨタチームタイランドはタイのレーシングチーム。大国内シリーズをはじめ、スーパー GT、ニュルブルクリンク24時間レースなど海外でも幅広く活動していることで知られる。TRD の大法人である TRD タイランドについてもここで述べる。タイスーパーアーカー選手権に参戦するトヨタチームのカローラ・アルティス1986年にトヨタモータータイランド及び TRD タイランド CO、リミテッドを母体に発足。以来30年以上にわたり、タイにおけるモータースポーツ普及やプロフェッショナルレースに尽力してきた。TRD タイランドの創設者、現社長であるステポン・サミタ社は1980年代に日本に留学していた経験があり、アートのニックネームで知られる。また彼自身も、 タイスーパーシリーズで幾度もタイトルを獲得したレーシングドライバーであり、現在もニュルなどでステアリングを握る。現在はトヨタ画像レーシングの一員として、東南アジアのレースのほか、ニュルブルクリンク24時間レースやスーパー GT などに参戦。また、カローラアルティスやビオスによるワンメイクレースなどの運営にも関わり、アマチュアへの進行もするなど、タイにおける トヨタのモータースポーツ活動に大きく貢献している。日本のレースにも参加しており、1990.1991年の全日本ツーリングカー選手権最終戦に AE92 型カローラレビンで参戦したほか、2014年にスーパー GT にデビューし2017年からフル参戦している。ニュル24時間に 初参戦した時のカローラ・アルティスの194号車2014年にタイ・トヨタが生産する車の品質及びタイ人ドライバーの実力を証明するためニュルブルクリンク24時間レースに初参戦。マシンは東南アジア専売車のカローラ・アルティスクラスは SP3。安全装備以外は無改造の状態であった。またメンテナンスやオペレーション協力にザックスピードや 日本のスタッフも携わっている。決勝はエンジントラブルが発生し大幅にロスをしたものの、なんとか修復して、クラス7位で完走した。2015年からは2台体制で、うち1台は優勝も狙って、レギュレーションの範囲でチューニング。また、日本にも協力してもらい、エンジンを 3SG に完走した。クラス6位と7位で完走。 2016年も同じ体制で参戦し、クラス2位と4位で完走。初めて表彰台に上がった。2017年はエントラント名に画像が入ってトヨタ画像レーシングチームタイランドに変わり、木下隆行もドライバーに加わった。決勝は駆動系などが相次いでトラブルに見舞われ、最終的に残り2時間でピットに引っ込め。 チェッカーだけ受けるという策を取らざるを得なかった。クラス8位と9位で完走。2018年も同体制で参戦。しかし122号車は76周で、リタイア、123号車も修復しながら55周で、チェッカーを受けたものの完走扱いには至らなかった。2019年はエンジンを 3SG に完走した CHR2 台で SP3 クラスに参戦。 エントリー名は画像レーシングチームタイランドに変わった。120号車のドライバーには日本やタイのワンメイクレースで活躍する河村直樹が加入。119号車はスタートできなかったが120号車が総合80位、クラス3位で完走を果たしている。2020年はエンジンを 3SGE に完走したカローラアルティスグラスポート2台で SP3 クラスに参戦。 決勝での結果はクラス1位を達成した。2014年にタイのチャーンインターナショナルサーキットで初開催されたスーパー GT で86マザーシャシーのプロトタイプのテスト参戦を担当。マシン名はアート86。ドライバーは土屋岳氏と2輪、4輪で大国な王者になったナタウッド・ジャルーンする変わったな。 トップから2周遅れの14位で完走した。なおこの時監督のスキポンは将来スーパー GT に本格参戦することを考えていることを語っている。2016年も対戦にスポット参戦。ドライバーは前回に続きナタウッドとシンハビール副社長のピッテビ・ロムパクリマシンは前回同様86マザーシャシー。トップから2周遅れの18位で完走した。 2017年には、純外国系チームとしては2011年のサンダーアジア以来となるフル参戦に踏み切った。ドライバーは、ナタウッドとフォーミュラアジア王者のナタポン・ホートン・カム。チーム名は、パンサーチーム・タイランド。初年度は、マザーシャシー特有のトラブルに泣き、最高で20位という苦渋の1年を送った。2018年は、ドライバーはそのままに、マシンを、 RCFGT3 にスイッチ。前線で完走し、最高15位であった。2019年は、ナタウッドの代わりに、アルタから移籍した、イギリス人ドライバーのショーン・ウォーキンショーが加入。この年も、前線で完走し、最高順位は16位。TMT は、東南アジアのトヨタ支社の中で、最も歴史が古く、1962年に設立されている。 これには、三井銀行バンコク支店の協力があったことや、タイが工業振興のために、ノックダウン生産に対し優遇政策を取ったことが大きい。2016年現在のタイにおける、トヨタ社のシェアは、約30%で、ホンダやイスズを10%引き離してトップである、タイに本社を持つ TRD アジア CO、リミテッドは、2006年にトヨタテクノクラフトと、 トヨタ通商の共同出資により設立されたもので、TRD タイランドとは異なるタイと日本のモータースポーツの架け橋となっている株式会社アート大阪にも彼の愛称がついているタイの人名は日本同様に姓、名の順番である。ありがとうございます。